皆さんこんにちは。作家の本田健です。えー、今日は私の著書、えー、ユダヤ人大富豪の教えについてお話したいと思います。えー、この本は、えー、もう2002年に発売されたので、えー、もう17年前ですね、えー、になると思うんですけども、あ、2003年か、えー。2003年に発売されたらもうそんなに前になるんですけども、えー、もう16年ぐらいをかけてですね、えー、100万部を突破しまして、 これシリーズ全体で文庫も合わせて200万部以上になっているのかなぐらいの売れ行きを示しています。これは僕が19歳から20歳にかけてアメリカに実際に行ってたんですけどもその時をですねテーマにした本になっています。ちょうど17歳の時にある新聞でアメリカ行きのボランティアを募集というのを見たのがこの実はこの物語の前の本当の物語として ありますその時高校2年生だったんですけども、アメリカで平和について語る、そういう平和案件みたいなことをやりたいということで、スタートしました。そしてですね、この僕の人生がそこからスタートしたわけですけども、ちょうど半年後ぐらいにですね、その面接がありまして、そのボランティアの渡米するボランティアの面接。漫画にはその通りそのまま書いてますけども、 そこでですね、英語は全く話せなかったんですが、えー、剣道の格好をして、えー、そして、なんかこう、は、はとポ,ポみたいな感じの、そんな感じの歌を歌ったり、なんか感化した覚えがあります。まあ、そういう意味で、えー、その下手くそな歌を歌ったり、剣道のその道義で振りましたりだとか、まあ、今から考えたらほとんど吉本新喜劇みたいなノリだったんですけど、えー、そこで、えー、見事百何人かの中の八人に選ばれまして、 そして一年ぐらいいろんな研修を受けた後、アメリカに行ったわけです。で、僕は最終的にボストンとフロイダに行ったんですけど、その時の、えー、フロイダに出会ったケ、えー、ラーさん、えー、その人をテーマにこの本を書きました。まあ、実際にちょっと舞台設定は現実に起きたこととは違うんですけど、えー、僕はアメリカのフロイダで、えー、ウェストパンビーチというところに、えー、そしてボカラトンというところにいたんですけども、そこで出会った、えー、人、その人のものを、えー こういう形でまとめました。このですね、十七の秘訣というのですけども、これはすべてのものをゲラーさんから教わったわけじゃなくて、これはですね、今までいろんな人たち、いろんなメンタルに教わった、それをまとめさせていただきました。一番大事なものをいくつかピックアップして今日はお話したいと思います。まず、この十七の秘訣の一番目、社会の成り立ちを知るということですけど、 これはですね、ゲラーさんだけじゃなくて、いろんな人たちに教わりました。えー、この社会の成り立ちというのはですね、えーまあ、いろんな多分側面で切ることができると思います。社会的な、えー、側面で切ると、例えば、まあ、政治家とか、あるいは、えー、大きな会社の経営者とか、えー、いろんなものを動かしているような人たちですよね。そういうような人たちがいる一方で、えー、中間管理職みたいな、えーまあ、自分の、えー、才能をある程度、 え、切り売りして、え、月給をもらっていくような人たち。え、同時に、そういう大きな会社には属さないけども、自営業をやっているような人たちもいます。そして、そういったいろんな人たちの、え、ところで働く従業員の人たち。あるいは、え、フリーランスで働く、え、下請けのような人たち。そして、え、そういった職場とかそういうのと関係ない、え、主婦の人たち。あるいは学生の人たち。あるいは無職の人たち。 まあそういった人たちがご体たになって今社会っていうのが動いてるわけです。で、お金持ちの人もいれば、お金持ちでない人もいます。社会的に活躍してれば、えー、それもいれば、そうでない人もいます。幸せな人もいれば、えー、そうでない人もいます。えー、いろんな人たちがいろんなことをやりながら、この社会っていうのは成り立っているわけです。もちろん矛盾だらけで、えー、例えばアメリカのような、えー、まあ、先進国、そして民主主義を標榜している国でもたくさんの問題があります。 それはフランスとかイギリスとか日本とかドイツとか、まあ、そういう先進国と言われるところも全然まだ完璧完璧ではないと思います。一方でまた政治的に民主的な運営をされてない国家でも同じような問題がありますし経済の格差とか先進国と途上国の格差だとか、まあ、そういったいろんな世の中がですねどういうふうにできているのかこれできれば本当は小さな時に教えてもらおうなといいなと。 えー、いうふうに思います。えー、まあ、そうは言っても、まあ、社会っていうのは一つ一つの、こう、なんていうんでしょう,う、生命体みたいなもので、この社会の中ではどうするのか、えー、これはですね、一人一人決めることができると思います。えー、じゃあ、えー、それをですね、どういうふうに決められるのか、ということを考えたときに、この、また別の側面で聞くと、えー、言われたことをやる人たちもいますし、自分の好きなことをやる人たちもいます。 面白いのは、大企業とかを自分で創業して、自分の本当にやりたいことを大規模にやっている人もいれば、そういった人の夢を追いかけたい、サポートしたい、そうやって、そういった人をサポートしていくサポーターのような人たちもいます。そして、生活のためだけに仕事をしている人たちもいます。こういった中でですね、自分の好きなこと、得意なこと、才能を見つけること、これが幸せと豊かさの鍵なんだということを教えてもらいました。 でそうするとこれはですね、僕が17歳、18歳ぐらいで考えてきたことがそのまま、えー、まあ、ここに反映してるわけですけども、そうは言っても、お金持ちの方がいいんじゃないか、と、えー、いうふうに思って、お金のことを教えてくださいって言ったら、まずお金のことを忘れなさいって言われても大混乱したんですよね。お金のことを学びに来たのになんでお金のことを忘れるんだみたいなのは今ならよくわかりますけど、当時は全然わかりませんでした。そしてお金とは全く関係ない、 えー、物を見る目を失いなさい。直感を失いなさい。と言われたって、まあ、それよりもお金がどう、どうやったらお金持ちになるのか教えてくださいという変な問答をずっとやったことを、えー、覚えています。第三の秘訣は、えー、物や人を見る目を養う、えー。これは例えば、考えてみてみ,みればですね、お金を稼ぐときに必要なのは、どういうビジネスをやるのか、そして、えー、どういう人を雇うのか、どこに投資するのか、まあ、そういったことをですね、えー、考える必要が当然あるわけで、 まあそういう流れの中で、えー、そのものの本質を見ていく。例えば、これからこのビジネスが当たりそうだとか、このビジネス難しそうだなとか、そういったことを考える必要がとてもあるっていうことが分かってくると思います。そして、第4の秘訣に移りたいと思います。第4の秘訣は、思考と感情のパワーを知るということですけども、これもですね、ゲラーさんだけじゃなくていろんな人たちに教わりました。例えば、 思考というのは皆さんが普段何を考えて、そして感情というのは皆さんが何を感じるのかってことなんです。人によっては考えることを優先している人もいます。人によっては感情を優先している人もいます。これは男性女性というだけじゃなくて、思考をベースに生きている人か感情的に生きている人かの違いだと思います。興味深いのは、例えば頭ではこういうことをやらなくちゃと思いながら感情がついていかずにそれをやらなかったり。 あるいは、感情でこう考えているんだけど、思考ではこう考えてる。ということで、思考と感情が一致することはなかなかなくて、それを実際にバチッと一致させないと物事ができないというのがですね、この教えの一番本質的なところです。さあ、そして、あといろんなことをアルカルトに入ってますけど、セールスの達人になる。これもですね、僕が学生時代にいろんな人たちに教わったことです。 え、セールスっていうのは別に物を売るだけじゃなくて、自分の考え方を知ってもらう。あるいは自分のことを分かってもらう。この二つがあると思います。例えば、どれだけ素晴らしいことを言ってても、その人が嫌だったら、セールスマンの人が感じが悪かったら、買いたくないというふうに思うものです。けれども、逆にですね、その店員さんが、女性がすごく素敵だな、感じがいいな。あるいは男性がですね、すごく感じが良くてかっこいいな。 思ったら、本当はその商品は欲しいわけじゃないんだけど、ついつい買ったことっていうのは、どんな人にもあるんじゃないかなというふうに思います。そういった意味で、あなたが何かやろうとすると、必ずこのセールス、ものを売るわけじゃなくても、あなたが何を伝えたいのか、そういった考え方、生き方、商品やサービスを知ってもらう必要があります。あなたのことを好きになってもらう必要があります。これがセールスなんですね。ローバート清崎さんも、 え、セールスはすごく大事だってことを言ってましたけども、自分が考えること、大切だと思うもの、素晴らしいと思うもの、これを説明して、相手に買ってもらう。これがですね、この6、5番目の秘訣です。さあ、そしてスピーチの天才になる。え、これも、え、いろんなところでスピーチをする機会ってあると思いますけど、えー、皆さんのことを面白おかしく紹介したり、話したり、一瞬で人の心をつかんだり、これもすごく大切なスキルだと思います。 そして人脈を使いこなすっていうのもとても大事ですよね。一言でその人脈について話をすると、皆さんが何かをやろうと思った時にそれをサポートできる人たちが何人いるか。例えばそれが10人いる人、100人いる人、1000人いる人って全然違うんですね。あるいは電話1本で何かしてくれる人たちがどれだけいるのか。これが人脈だというふうに思ってください。 お金の法則を学ぶ。これは他のビデオでも説明するので省略しますが、お金って一体何なのか。これもですね、あなたの人生のどっかのタイミングで自分なりに理解しておく必要があるんじゃないかと思います。そして自分のビジネスのことについて詳しくなって、そして自分のビジネスを所有する。これもですね、豊かさと幸せのとても大事なポイントになってきます。 願望達成についても、この本の中では触れています、えー。願望達成、どうやって自分のやりたいことを実現していくのか。それにはたくさんの人に助けてもらう必要があります。5人や10人だけじゃなくて何百人、そして何千人の人たちと心でつながるか。これはですね、あなたがどれだけ素晴らしいビジョンを持っているのか、えー、ということに関係してきます。えー、そのことがここに書いてあるわけですが、多くの人に助けてもらう。えー、その中でもパートナーの力、 これはたくさんの億万長者の人たち、えお金持ちでなかったとしても、幸せな人たちの人生にはパートナーシップがあります。えこれはですね、え男女関係とかっていうものだけじゃなくて、えビジネスの中でもパートナーシップもとっても大事です。えそれは、え一緒に仕事する人との心のつながり。そして、え感情的にこの人のためなら何かしてあげたい。えちょっとめんどくさいけど、この人のためなら何かやってあげたい。えそういうふうに思ってもらえるかどうか。 あなたが思うかどうか。これがすごく大切になってきます。あとは、ミリオネアメンタリティを身につける。それがですね、豊かさメンタリティということで、これも何かの別のビデオでたくさん話したと思いますけど、豊かさはたくさんあるんだということをぜひ感じて仕事をしてください。そして、勇気を持って、情熱的に生きること。皆さんが何か怖いなと思っていること。 これはぜひやっていただきたいと思います。そして失敗とうまく付き合う。これもですね、大切ですね。なぜかというと、皆さんが何かやるときに必ず失敗します。僕もいろんなメンターに言われました。君はたくさん失敗するから、こけ方を最初に学んだ方がいいよということはたくさん言われました。実際にたくさんこけてきましたし、僕はたくさん夢を見てきましたけど、たくさん失敗もしました。 えけれどもえ、失敗してもまた立ち上がって夢を見たので、えー、今の人生があるというふうに思います。えそして最後に人生がもたらすすべてを受け取るということですけどえ、人生にはですねた、楽しいことも、そしてえ辛いこともめんどくさいこともいっぱい起きます。残念な,ながらいいことだけ起きるということはありません。えけれども、そのいい側面も、そして悪い側面も、楽しい側面も辛い側面も、それも全部ですね、ひっくるめて受け取る。えそしてそれを味わう。 これができたら、あなたがどういうふうな体験をしたとしても、幸せと豊かさを見いだせることができると思います。もっともっと話したいですが、これを話すと3時間ぐらいになっちゃうので、一旦ここで終わりたいと思います。また、偉大人大夫の教えについては、別の機会で話したいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。本田健でした。ありがとう。